こんばんは。ジャムマスターさん、光の挨拶できました、ありがとうございます。こんばんは。イグニールさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。そしてなあちゃんさん、おはよう。ニナさん、おはよう。おはようございます、ありがとうございます。ゆうじさん、ニナさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。かずやんさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。ミキキラさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。ボンちゃんさん、バンチクワ、バンチクワ。今日も来てくださってありがとうございます、バンチクワ。カンネキおじさんさん、こんばんは。ニナさん、こんばんは。ありがとうございます。こんばんは、ニナさん。今日で配信終わり。そうなんですよ、今日で終わりなんです、うさぎ。今日で終わり、そうなんですけど。今日も配信します。8時まで今日は配信するので、皆様お付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そしてトロさん、ニナタンさん、ありがとうございます。ありがとう、嬉しいです。リミッチさん、こんばんは。こんばんは、来てくださってありがとうございます。どこだ。あ、工作さん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。めちゃくちゃありがとうございます。そう、今日はサンタさん。12月だからサンタさんです。コロコロさん、こんばんは。皆さんとかありがとうございます。そう、今日はサンタさんです。そう、そうです、還暦おじさんさん、コロコロさん、サンタです。ココアさん、ニナサンタさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。めっちゃ可愛い、ありがとうございます、嬉しいです。ラパンさん、こんばんは。こんばんは、来てくださってありがとうございます。そしてロンペイさん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。今日も来てくださって嬉しいです。ひろかさん、今日も来ます、ありがとうございます、嬉しい。ありがとうございます。イグニールさん、ニーナさんのサンタこそが似てて可愛いです。ありがとうございます。そう、サンタさん、ウサギだけど、ウサギとサンタさん。そうなんですよ、前髪が。そしてどこまでやんだっけ、あった、還暦デザーさん、ハキお付き合い量です。ハキお付き合い。どういうことや、ハキお付き合い。島内さん、こんばんは。こんばんは、来てくださってありがとうございます、嬉しいです。そして南浦さん、こんばんは。サスさん、こんばんは、来てくださってありがとうございます。そう、サンタさん。あ、ボンちゃんさん、ハチ集めに行ってきますかな、ありがとうございます、行ってらっしゃい、ありがとうございます。そしてジャンマーサーさん、ニナさんとこありがとうございます。そう、サンタさん。そう、ユージさん、サンタニーナです。そしてテロップにサンタ愛心中と書くと、あ、なるほど、書こう。どうしよう、さあ、ピッ、うん、さ、
よし、できた。できました。みなめろさん、スノードームありがとうございます。雪だるま、ありがとう。雪だるま嬉しいです。ありがとうございます。ちゃんとスノードーム。みなめろさん、ハートありがとうございます。嬉しい。そして、太郎さん、最終日なので会社を招待先し、おぉありがとうございます。嬉しい。大丈夫でした、招待して。嬉しいです。でもありがとうございます。ラパンさん、サンタネットありがとうございます。サンタさんでございます。そして、ヌジリーさん、メリークリスマス。メリークリスマス。ありがとうございます。今日はメリークリスマス。そして、ヨシピさん、ヤッホーヤッホーイ。ありがとうございます。今日も来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。そして、前髪がね、下がってくるんですよ。帽子で。はあ、よいしょ。どこまでやんだっけ。あった、髪型？髪型は、普通に、今日は、ここだけ出して、耳にかけてます。そう、なんか、多分全部あるとあれだから、この髪の毛が気になる。おいしょ、耳にかけてます。こっちも耳にかけてます。で、あとは、下ろしてます、今日は。ほっ、あいずさん、バッセちゃんさん、あ、なんだっけなんだったっけ、メモってなかった、これなんだっけ、中国語だ、シェイシェイだとはお、シェイシェイ、あ、ゆきとさん、みなさんありがとうございます。最終日来てくださってありがとうございます。そう、ヨシさん、そう、ウサンタ、あ、ウサンタそう、ウサンタだ、ほんとだ、ウサギとサンタですほに、キクさん、こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます。嬉しいです、ありがとうよいしょ。ゆうさん、こんばんは、サンタさん、ちがい、ありがとうございます。そう、今日は最終日ということで、ということでもあり、12月ということもあり、ほ、気になる、サンタさんです。今日はサンタさん配信、ほほほ、前髪がね、事故ってるねキクさん、少し早めのサンタさん、ありがとう、全然そう、ちょっと早いんですけど、12月なのでいいかなって思ってサンタさんにしました。ヨシピさん、ハート100個ありがとうございます。ハート100個、嬉しい、ありがとう、嬉しいです。そして最終日頑張るよね、ラパンさん、ありがとうございます。そうなんです、今日が最終日なので最終日なので頑張ります。そう、あのね、今日はしかも20時までしか配信しちゃいけなくて、なので、ほう、どうなってる、ほ今日は20時までしか配信しちゃいけないので、20時まで連続で3時間配信させていただきます髪の毛がね、なんかね、出てきてるんだ、なんだろう、どこの髪の毛だろう、これはよいしょ、前髪がね、すごいの、鏡みたいになってるあとは最終日、そうなんですよ、でも、なんだろう、絶対また会えると私は思っているので、最終日、27番ニーナタンとしては最終日ですがそう、だからなんだろう、また会えると思います会います、還暦おじさん、
トロさんすごい、あ、そういうことかそう、ありがとうございます、すごく嬉しいですそして、あ、みなみるさん花束ありがとう、嬉しいです、花束、お花ありがとうございます、ハートも嬉しい、ありがとうございますそう、なんだっけ、読み方がね、そう、頑張ってっていう意味なのはすごい、なんだろう、覚えてたんですけど読み方忘れちゃった、なんだっけ、みなさんとさん歌いててありがとうございます、嬉しいそう言っていただけて嬉しいです、ありがとうございます。源蔵さん、親サンタさん、そうです、サンタさん脱いじゃった、ちょっとよいしょ、髪の毛のね、前髪がね結構ねグッグッグってなっちゃうから、ほっほっ、よし、このまま何もないことを取ることがないよう祈ります。ほ、髪の毛のねここがね気になる、よし削除しとかないと、お、サンタさんサンタさんですそして、あ、ココアさん、ハート100個ありがとうございます、ハート嬉しいです、嬉しい、ありがとうございます。今日は画像がはっきり、お、やった、そう、今ね、あ、言えるよ、これもう言えますよ、私、808キロビットパーセコンド、よしやっと覚えた、最終日に覚えた、よかったよかった、808キロビットパーセコンドなので多分画質今日はいいかなまた途中でもしかしたら悪くなっちゃうかも。でもなんか気づいたんですけど、5時から19時台までは調子いいんですよ、それ以降かな。ひろかさん、そうなんですよ、寂しい、私も寂しい、あ、そうだそう大蔵ハクトさん、お疲れ様、挨拶だけで失礼が、あ、ありがとうございます、ちょっと待ってちょっと待って待って、大蔵ハクトさん挨拶の後、ちょっと待って、あった時に、じゃあよいしょ、推薦コメントありがとうございました嬉しかったです、ありがとうございます。まだ見てるかなまだ見てるかな、ありがとうございました、しっかり読ませていただきました、ありがとうございますそう、バーってやっちゃおうかな、皆さん多分星集めとか言ってくださってるから、よいしょ、バーバーバーっと推薦コメント読ませていただきます、めちゃめちゃいっぱい、本当に嬉しかったです、ありがとうございます。ちょっとじゃあ一人一人、ちょっと短くはなっちゃうんですけど、量が多いから、だからちょっと言わせていただきます、ラパンさん、推薦コメント書いてくださってありがとうございました、嬉しかったですありがとうございます、嬉しかったありがとうございました、見てるかなまだ見てるかな。そしてダース&ツーマオシさん、推薦コメントありがとうございました、嬉しかったです嬉しかった、ありがとうございます、しっかりね推薦コメント読ませていただきました、ありがとうございました。そして次が、ほ、見ながら見やろリミッタさん、毎日毎日更新、推薦コメント書き直ししてくださってありがとうございました、しっかり毎日読んでます、そして毎日スクリーンショットさせていただいてました、ありがとうございました嬉しかったです、リミットさんありがとうございます。そして次、影虎さん、推薦コメントを書いてくださってありがとうございました周りの人を幸せにできるように頑張ります、ありがとうございますそして次、ひらっちさん、お、そう、初めて私を見つけてくださってありがとうございました、推薦コメント嬉しかったです、ありがとうございますそして DJ スターフィールドさん、ありがとうございます、名前直接呼んでいただけるように
名前呼んでいただけるように頑張ります。ありがとうございました。そして還暦おじさんさん、書き直ししてくださってありがとうございました。スタートライン立てるように頑張ります。ありがとうございます。そして次こばっちさんSKE48 さんを担っていけるように頑張ります。ありがとうございます。見てるかな。ひろかさん、メンバーとしてお会いできるように頑張ります。ありがとうございました。嬉しかったです。ありがとうございます。そして次トロさん推薦コメント、そう、合格できるように頑張ります。また皆さんと再会したいし、なんだろう、9日間すごく楽しかったです。ありがとうございました。トロさん、よし。そして次タカちゃんさん、最後まで全力で頑張っていたのことなので頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。嬉しかったです。そしてボンちゃんさんですね。ミスター2ボンクレさん、ボンちゃんさん、ありがとうございました。嬉しかったです。ありがとうございます。笑顔で癒されます、そのことで。ありがとうございます。あ、間違えた、1個したら笑って、そうですね、なんだろう、笑顔でまた会えるように頑張ります。ありがとうございました。そして次秘書室長さん、そう、14曲ちょっとなんだろう、うまくはなかったかもしれないんですけど聞いてくださって嬉しかったです。ありがとうございました。そしてコロコロさん、ありがとうございます。合格できるように頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。そしてヨシピーさん、9期生やっとここまで来れました。なので次こそは合格できるように頑張ります。ありがとうございました。推薦コメント嬉しかったです。ありがとうございます。そして次ゆうさん、そう、いよいよ最終日なんですけれども、今日じゃない、次はメンバーとして配信できるように頑張ります。ありがとうございました。そして、あ、消えちゃった、よいしょ、ココアさん、そう、たくさん企画やらせていただいたんですけれども、皆様本当にいっぱい見てくださってありがとうございました。頑張って合格できるように役割果たせるように頑張ります。ありがとうございました。嬉しかったです。そして次こじごじさん、こじこじどこさんかな、初期生の時から応援してくださってありがとうございます。また私を見つけてくださって嬉しかったです。また次はメンバーとして会えるように頑張ります。ありがとうございました。そして最後かな、かいちーさん、ありがとうございます。そう、歌もいっぱい歌わせていただいて、うまいとは言えないんですけれどいっぱい、なんだろう、聞いてくださって、見てくださって嬉しかったです。ありがとうございました。ということで皆さん推薦コメント本当にたくさんありがとうございました。今までにも、なんだろう、本当にたくさん見させていただいて、ちょっと待ってね、おいしょ、おいしょ、77個もの推薦コメントを書いていただきました。ありがとうございました。でこんなにたくさんの方のお名前があるんですよ、ここに。ありがとうございました。本当に嬉しかったです。そしてどう
しよう、コメントどこまで読んだっけどこまで読んだかな。あ、ここだ。ライスさん、こんばんは。ラストソバとありがとうございます。そう、こんばんは。今日ラスト配信です早かった、9日間。またね、後でその1週間の振り返りとかもできたらいいなとは思ってるんですけども1週間本当に早かった。ラストスパート頑張ります。ありがとうございます。今日の目標は、今日の目標はですね、そう、3位を死守したいなので頑張ります3位を守れるように頑張ります。楽しい3時間だから。そうなんですよ、もうだって30分そろそろ経っちゃう、20分経ってるんですよ。もう早い本当に早いな。はい、あと2時間半になるんですけれども頑張ります一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです、そして、あ、カウント、あ、全然ありがとうございます。トロさん、カウント嬉しいです、ありがとうございますまた会えるよ、きっと。ありがとうございます。そう、絶対次はメンバーさんとして会えるように頑張ります。ありがとうございます。そして、どこだどこだどこだ、かわいい芸能さん、ありがとうございます。今日はね、サンタさん、サンタさんです、サンタさん配信そして、あ、関東のてつさん、こんばんは。また会えることになってます。こんばんは、来てくださってありがとうございます。そう、またお会いできるように頑張ります。ありがとうございます嬉しい。そして、そして、ほ、この髪の毛はなんだあ、ひらっちさん、ニノさん、ヤッホー、ヤッホーということで、ヤッホー最終日来てくださってありがとうございます、ヤッホーそして、ガンマスターさん、合格が、そうですね私は本当にそれがクリスマスプレゼントで本当に、なんだろう、頑張ります。ありがとうございます。そして、そして、あ、そう、GIO GIO だ、そうだ、メモしよう。もう、もしかしたら、なんだろう、今日は使わないかもだけど、よいしょ、 GIO GIO よし、ありがとうございますそして、メリークリを、まなみなさん、メリークリスマス今日も来てくださって嬉しいです、ありがとうございますそして、みつさん、お礼配信で、そうですね、頑張ります。お礼配信あるのかな、ちょっとわかんないですけど頑張ります、ありがとうございます。次会うときはメンバーさんとして会えるように頑張ります、ありがとうございますそして、あ、また変なの出てきた、ほ、今日はもうちっぽい、お、なんだっけ、ハロープロさん、ハロープロジェクトさん、私ハロープロさん全くわかんないんですよ。あれですよね、なんかバラエティとかによく出てたそう、合格のプレゼントもらえるように頑張ります、ありがとうございます。あ、コメントがめっちゃ溜まってる、ちょっとババババって読もう言えたね、そう、キルビットパーセコンド、でも画質でもめっちゃ悪いですね、多分257になっちゃった、なんで、あ、携帯 Wi-Fi オフにしよう、まだマシになるかなともちんさん、ニーナタン、こんばんは、お、こんばんは、ありがとうございます。今
今日も来てくださって嬉しいです、ありがとうございます嬉しい、ありがとう。それってあるよね、なんだそれってあるなんだっけそれ、なんだろう何の話だっけ、忘れちゃった、ごめんなさい。そしてラパンさん、ちょっと髪出てくるね、お、いってらっしゃい、買い物ありがとうございます、来てくださってありがとうございました、またねありがとうございます。かつのりさん、こんばんは、お、こんばんは、ありがとうございます、嬉しいです来てくださってありがとうございます、こんばんは今日は最終日です。ニーナさん、お、ゆきとさん、ありがとうございます、今日も嬉しい、ありがとうございます。そしてかげとらさん、こんばんうさぎ、お、こんばんうさぎ、ありがとうございますこんばんうさぎ、ありがとう。リミットさん、今日もコメント、あ、ありがとうございます、嬉しい、しっかり見ますね、ありがとうございますみつくん、めっちゃ濃い、ありがとうございます嬉しい、そう、今日はうさぎさんでございますどこまでだっけ、ちゃまいさん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございますありがとう、また嬉しい、来てくださって、ひらちさんになった、ありがとう、いえいえ、こちらこそ推薦コメントありがとうございましたひらかさん、ありがとう、いえいえありがとうございます。たらさんも、はい、ありがとうございます、待ってるからね、頑張ります、ありがとうございます。そしてまっちゃさん、こんばんは、サンタくん、ありがとうございます、そう、今日はサンタさんでございます、ほっ、前髪がね、潰れてくるサンタさん潰れてきちゃうサンタさんです。この辺にしよっかな、でもこの辺にしたらあれですよ、よいしょ、マツコイサギ氏にしては先生コメント待って、ありがとうございますそう、嬉しい、ありがとうございますそして今日はお塩茶を準備して配信を見てます、あとお茶に名前を入れてくださってありがとうございますそう、配信見てくださって本当に嬉しいです、うちはもうありがとうございます、頑張ります、そう、その名前を入れられるように頑張ります、ありがとうございます。そしてトラちゃんさん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます、来てくださって嬉しいです、ありがとうございます。コロコロさん、こちらこそありがとう、いえいえ、こちらこそありがとうございますそして50夢は変日にこの手はスムーズに掴んで、ありがとうございます、池田沼さん50カウントありがとうございますそう、絶対これ掴めるように頑張ります、ありがとうございます、ありがとう、更新もやってよかった、お、ゆうさんありがとうございます、嬉しいですそう、こちらこそ推薦コメントありがとうございました、嬉しかったエスピさんありがとう、いえいえ、ありがとうございますそしてみなと待ってるね、みつくんさんありがとうございます頑張ります、ありがとうございます、僕頑張り、ありがとうございます、ゆきとさん嬉しい、頑張ります、ありがとうそしてコバッチさん、ニーナタン、こんばんは、とりあえずご挨拶、お、こんばんは、ありがとうございます、ご挨拶嬉しいです、こんばんは、コバッチさんありがとう。そしてボンちゃんさん、52ニーナタン、星の形、ありがとうございます、52ニーナタン、嬉しいです、ありがとうございます星投げ3週もありがとう、嬉しいありがとうございます。とゆかりありがとうそう、絶対受かりたいなので頑張ります、ありがとうございます。ひろかさん、そしてココアさん、ありがとう、ニートカマ、ありがとうございます、頑張ります、ありがとうもっちさん、かわいいかい、ありがとう、そう嬉しい、ありがとうございます、サンタさん。そしてミキキラさん、今度こそ合格できるはずです、見直します、ありがとうございます、嬉しいありがとうございます、皆さん、そうですね、
合格今度こそできるように頑張ります、ありがとうございます。あ、見れたけどスクショする余裕がなかった。まだいるかな、ボンちゃんさん。ボンちゃんさんまだいるかな。あった、まだいるかな、ありがとうございます。いるかな、どうだろう、いますように。ありがとうございます、取れるかな。そしてありがとうございます、大丈夫かな、よし。そして還暦おじさんさん、三四週かな、こちらも頑張ります、ありがとうございます。そう、皆さんと一緒に3位頑張ってキープしたいです、なので頑張ります、ありがとうございます。そしてあ、そう、ボンちゃんさんスクショ大丈夫かな。大丈夫かな、できたかな。あ、トロさん、今日は3時間ずっと見てる、ありがとうございます、嬉しい。ありがとうございます。そしてカムカバーさん、合格したらリネタのサンタさんの生写真が、お。ありがとうございます、カムカバーさん、こんばんは、来てくださって嬉しいです。そう、なんだろう、生写真販売できるように頑張ります、ありがとうございます。あ、ひろかさん、ごめん、あと10分になるかも、10分大丈夫だったかな。そう、全然大丈夫です、本当に来てくださってありがとうございました、嬉しかったです。ひろかさん、また絶対会いましょう、ありがとうございました。そして画質今悪いかな、257kbps です今。なんでだろう、始まった時808だったのにな。あ、ボンちゃんさん、仕事なんで行ったらちょっと、ありがとうございます、あれかな、じゃあまた言ってくださいって言ってもあれか、いないから、そう、私が覚えとこう、ありがとうございます。お仕事頑張ってください、ありがとうございました。そして、あ、ひろかさん、ありがとうございます、必ずまた会えるように私も頑張ります、ありがとうございます。ライスさん、ごめん、美容院やった、10時までの時、あ、全然美容院行ってらっしゃい、ありがとうございます、じゃあまたお待ちしております、あとあとで会いましょう、ありがとうございます。リミットさん、コロニーナさん、とても楽しかった9日間でした、ありがとうございました。いやいやいや、こちらこそありがとうございました、本当に嬉しかった、ありがとうございます。嬉しい。そしてミクさん、今日最初日なんか頑張ってありがとうございます。いつもなんだろう、アバターでたまに見てました、また来てくださって嬉しいです、ありがとうございます、頑張ります。あ、小松さん、とはありがとう、嬉しい。ありがとうございます、すごい、ありがとうございます。嬉しい、とはありがとうございます。嬉しいです、本当に、なんだろう、期待に応えられるように頑張ります、ありがとうございます。たわ、ありがとうございます、いやー、どうしよう。ありがとうございます、ありがとうございますしか言えなくなっちゃう、ありがとうございます。小鉢さん、ニンナタン、次はだけ見渡して、ありがとうございます、本当に頑張ります、ありがとうございます。次会う時はメンバーとして、そうですね、皆さんとお話しできるように頑張ります、ありがとうございます、嬉しい。そして握手会でたくさん中国語話すね、握手会、あー全然読めないけど、あれか、あ、多分訳してくれてるんですよね、握手会でたくさん中国語話すねの後に、握手会でたくさん中国語話すねって多分言ってくれてる。カンルカルさんさん、ありがとうございます。ただいま、お、トロちゃんさん、おかえりなさい、ありがとう。最終日だから急いで駆けつけて、ありがとうございます、キトさん。そう、今日は最終日なんですけども、
頑張ります。ありがとうございます。だから今日は最終日なので20時までしか配信しちゃいけないんですけど、出てる頑張ります。ありがとうございます。そしてではまた今度お会いしましょう。ひろこさんありがとうございました。来てくださって嬉しかったです。また絶対会いましょう。ありがとうございました。またね頑張ってな。頑張ります。ありがとうございます。そしてトラちゃん、サラスト頑張るばい。ありがとうございます。頑張るばい。ありがとうございます。そう、小鉢さん本当にタワーありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。AKB 三昧さん、今日も来たけどもうだだ。まあ俺だけかもしれんが、多分ねめちゃめちゃ今モザイク、まだモザイク、まだですよね多分。だって 257kbps だもん。見よ、自分の配信見ます。撮れない。ほんとだ、めちゃめちゃモザイクだ。なんでだろう。桃稲さんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。来てくださって嬉しい。今日もありがとうございます。そして雪火だめさん、今日で最終日。そうなんですよ、今日で最終日で、今日はしかも20時までしか配信しちゃいけないので3時間配信させていただきます。ここにね髪の毛がいる。なんでだろう、どっから出てくるんだこの短い髪の毛。よいしょ。そしてゆきとさん、推薦コメントしなかった、エンタファン仕掛けた。お、全然多分まだ間に合うのでよかったら書いてください。多分ね承認されたら通知が来るので、あ、来ない。こっちはあれだ。シャクとチェックするので、よかったら、ぜひ、お願いします。お名前を書きします。そして、私は韓国人ですが、あなたちょっと魅力的で可愛らしくて見ることになりました。なんだろう。はん。読めない。してください。ありがとうございます。ごまっぷさまにだ。ありがとうございます。あってでね。ごまっぷさまにだ。ありがとうございます。頑張ります。そしてあ、ココアさん、星集めて戻ってきてありがとうございます。星集めしてきてくださって嬉しいです。ありがとうございます。そしてカンラクジさんさん、バラありがとうございます。バラ嬉しい、ありがとうございます。バラありがとうございます。ここで一発、ありがとうございます。小バッチさん嬉しい。そう、なんだろう、ここで一発頑張ります。ありがとうございます。風としさん、こんばんは。お、こんばんは、来てくださってありがとうございます。こんばんは。そしてシャーガーさん、こんばんは。お、こんばんは、来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。ヨシピさん、コロニーナタンいいですね。リンさん、コロニーナタンです。そしてコバッチがただたってやってる。さすが、本当にありがとうございます。タワー本当に嬉しい、ありがとうございます。そしてゆきとさん、ニーナタンなら合格間違いなしな。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。ゆうさん、タワー来た、本当にタワー嬉しいです。ありがとうございます。小鉢さん。ありがとうございます。そしてタワー、そうタワー
ありがとうございます。本当に嬉しいです。頑張ります。ありがとうございます。そして還暦おじさんさん、バラありがとうございます。嬉しいお花ありがとうございます。そして北川さん、今日がラストなので急いで帰ってきてありがとうございます。本当に嬉しい。そう、今日がねラスト配信なんですけれども皆さん、まあでも候補生としてはラスト配信なので、なんだろう、次会う時はメンバーとして会えるように頑張ります。ありがとうございます。そしてモザイクかな、モザイクなのはニーナさんが可愛いから画面が照れてる。照れちゃう困っちゃうな、それは困っちゃう。モザイクでオニットの解散も変わらないけどね、ありがとうございますそう、なんでこんなに画質が悪いんだろう。そしてあ、FG2 さん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございますこんばんは、来てくださって嬉しいですありがとうございます。あ、モザイクありがとうございます。シャーガーさん、遅くなったけど推薦コメント更新したかもしれない。お、見ます、ありがとうございますあれ、シャーガーさん、よいしょ。あ、なるほど、今か、わかりました。多分ね、配信中には承認されるので、お名前書かせてもらいます。ありがとうございます。見ます、しっかり。あ、ミキキラさんもさっき推薦コメント書いたのにそのうち配信される、ありがとうございます。ちょっとじゃあ、なんだろう、多分配信中には絶対、この時間ならまだ、うん承認されると思うんで、しっかり見ます。お名前も書きます。ありがとうございますそしてココアさん、すごい水色だ、ありがとうございます。だるま嬉しいです、ありがとうありがとうございます。だるまさん、バラもありがとうございますお花ありがとう。そしてシャーガーさん、89、お、なんだろう、カウントかな、ありがとうございますリボンがね取れそう、ちょっと待ってね、ゴム結び下手だからすぐほどけちゃう、よいしょそして、ラスト頑張る、ありがとうございます。 FG2 さん、ラスト頑張ります、ありがとうございます。そしてそして頑張ります。キクさん、花束ありがとうございます、嬉しい花束嬉しいです、ありがとうございますそして推薦コメントしたんだけど更新されてるから多分まだだと思います。ちょっと時間かかるんですよね。うん、まだだ、更新多分でもこの時間、配信してる時間にはおそらく更新されるのでしっかり見ます。ありがとうございます。そう、サンタさん今日はサンタさんですということで、よいしょ、改めまして自己紹介させていただきます始まって45分、初の自己紹介、よし。改めまして、皆さんはじめまして、 SKE48 さんの第9期生オーディションを受けさせていただいております。エントリーナンバー27番ニーナタンです。キャッチフレーズがはい、ファンの皆様とつながって SKE48 になっていきたい、エントリーナンバー27番ニーナタンです。よろしくお願いします。パチパチパチということで、ありがとうございますしっかりなんだろう、この推薦じゃない、このキャッチフレーズも言うの最後ってなるとちょっと寂しいなそしてプロフィールがじゃん、こちらにも載ってるんですけれども誕生日が11月27日、ここのショールーム配信の初日が誕生日で19歳になりました。
身長が160センチ、出身地が京都生まれの大阪育ち、趣味がお昼寝することと歌うことです、特技がハンドスプリングってアクロバットの技と、まつげに爪痕乗せることができます、そして推しメンが松村香織さんです。そしてもし私が9期生になったらこっち日本のアイドルといえば SKE48 と言われるように、 SKE48 単独でもう一度名古屋ドームに立てるようにメンバーさんとして、先輩方と一緒に人生をかけて頑張ります。いろんな7期生8期生さんとオーディションを受けてきてるので、今回こそはユミナスターターに立てるように頑張ります。ありがとうございますそう、今日じゃない今回こそは本当に立てるように頑張ります。ありがとうございますそしてツイッター拡散ハッシュタグがございますこちらにハッシュタグ、SKE27番ニーナタン、そして SKE48 第9期生オーディション、この2つをつけてぜひ拡散してください。お願いします、そして、フォルトありがとうございます嬉しい。この素敵な笑顔を全国に届けてありがとうございます。そう、私もなんだろうたくさんの方に笑顔を届けられるように頑張りたいですなんだろう合格、そうですね、頑張ります。ありがとうございます嬉しいです本当に、頑張りますそうで、今日は最終日だから何をしようかなって考えてたんですけど、今日はね7時かな、7時からはちょっとまた皆さんとお話ししたいなって思うんですけどさあ、お話ししたいなって思うんですけど、なんだろう7時まではお絵かきしたりお歌歌ったりしたいなって思ってます多分公演の MC でもこんな感じで、握手会でもこんな感じです。ありがとうございます。どうだろうでもなんだろう、皆さんを本当に癒せるように元気を出していただけるような、そんな存在になれるように頑張ります。ありがとうございますそしてとりあえず電波さんはサンタニアさんクリーンさんなんでだよ。でも多分私のお家のありが悪い、 iPad がダメなのかな、携帯に変えようかな。よいしょ、なんでだろう、ちょっと一回携帯に変えてみますね画面がね、でもめちゃめちゃちっちゃくなっちゃうから、こっちのこの画面が手で配信してみよう。どうしよう、合格する、ありがとうございます、頑張りますそう、今回こそは合格できるように頑張ります。ありがとうございます。なんでだろう、どうしよう画質をよくするにはいっぱいしていただきます。ありがとうございます。私も皆さんに本当にたくさん元気をいただきました後でまた言わせていただくんですけどなので、そしてサンタさんで配信していますが、画質が悪いみたいでしてどうしようかな、携帯でやろうかな。でもね、携帯でやるってなったらログインし直さなきゃいけなくて
でログインしなきゃってなったら紙よいしょ、ちょっと待ってくださいね。今携帯でログインしてます。マシになるかな、携帯だったら。よし。画質悪くなってる？なんでだろう。あ、スノードーム。ありがとう。そう、そして耳がついてる。うさぎなんです、これ実は。サンタさん、うさぎなんですよ。あ、そう、スノードームありがとうございます。嬉しいです。そして花束ありがとうございます。そう、花束、花束ありがとうございます。お花。黄色メガネののりおさん、帰宅してよ、また会えると信じて、今日もそれありがとうございます。お帰りなさい。私も皆さんとまた絶対会えると信じて今日も頑張ります。ありがとうございます。画質、そう、ちょっとこっちでやってみようかな。マシになるかな、ちょっとは。携帯。どうなんだろう。でも多分私の家の画質が悪いのか、もしくはもしかしたら本当に iPad が悪いのか。でも iPad が悪いが気がするんですよね。携帯から配信しないからどうやるんだろう。こうしたらいいかな。どんな感じになるか全く分かんない。あ、こうだ。あ、でもね、後ろが見えないんだ。携帯にしちゃうと。そういうことか。どうしよう。でも多分こっちだと画質がいいと思うんですよね。ほほほほ。こうして、こうしたら見える。お、ちょっと一回コメントはだいぶちっちゃくなっちゃう。こうなる多分。よし、ちょっとでも一回携帯でやってみますね。画質ちょっとでも良くなるかな。よし、携帯に変えます。変えてみます。ちょっと待って。ちょっと待ってどうやるんだろう。ん？ありがとうございます。これはなんか音鳴った。違うん？どこを押せばいいんだ。あ、わかった。よし、ちょっとじゃあ携帯に変えますね。メガネは大丈夫かな。多分大丈夫。画質良くなりますように。そう、でもね、お歌ができなくなっちゃう。携帯のと、よいしょ、これで見えるはず。ちょっとごめんなさい。よいしょ、充電器をこっちに変えます。わからない、できたかな、充電。あ、できた。よし、ということで、ちょっと皆さん一瞬暗くなっちゃうかもだけど。ちょっと待ってください。いきます。固まった、固まっちゃった。こっちだとやっぱり808だ。ありがとう、綺麗、よかった。お、よかったよかった。じゃあ携帯でやろう。あ、でも2個使いしとけばこっちでコメント読めるから、こっちでコメントを読み、iPad でコメント読み、配信はこっちからやります。ありがとうございます。復活綺麗、お、よかった。更新してみてください。ごめんなさい皆様、更新お願いします。ありがとうございます。すごいクリア、やった。よかった、ありがとうございます。
嬉しい。ガメリカ、よかったよかった。やっぱ iPad がダメだったんだ。ありがとうございます。めっちゃ綺麗、嬉しい。ありがとうございます。端末2つで、そう、端末なんだろう、2つ使ってやってます。なんかね、1個は普通にあるだけで、こっちは普通。コメント後ろとか見えてますか？全部。あー、超うまいさん、タワーありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。タワー嬉しいです。ありがとう。嬉しいです。ありがとうございます。タワー嬉しい。そしてどっちを見ればいいんだ。かわいいね。ありがとうございます。そう、タワーです。ちゃまいさん、タワーありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。頑張ります。もっと、ありがとうございます。綺麗すぎてスクショした。お、ありがとうございます。そう、めちゃめちゃ綺麗になりました。多分配信見れてないから、どうしよう。ちょっと前の昔の方にショールーム入れてるっけ。あ、入れてた。よし。そしてどっち見ればいいんだろう。こっち見ようかな、こっち見ようかな。ミネタンの可愛さが綺麗、ありがとうございます。嬉しいです、そう言っていただけて。そしてゆうさんが質よくてテンション上がる。お、よかった、わーい。ありがとうございます。最後まで楽しい、ありがとうございます。こちらこそ。本当にありがとうございます。ちゃおまいさん、嬉しいです。そしてちょっと待ってください。あった、よし。わあ、本当だ。これですか、前のやつで見てます。本当だ、見れる。よかった、ありがとう。どこまで読んだ。画質良くてテンション上がる、よかった。画質、画質。あ、そうだ、ここまで読んだんだ。そう。最後まで楽しい、ありがとうございます。ちゃまいさん、本当に嬉しいです。ありがとうございます。たわ、嬉しいです。シアガーさん、サンタさんからありがとうございます。そう、サンタさん、サンタさんです。そしてハナキラ、ありがとうございます。全然。いつもチョコラビービーを飲んでます。対戦リクエスト。こっちで合ってるかな。サンタさん、どこがね、内髪かわかんないんですよ、これ。どこだろう、これ。あ、違う、ここか、これだ。ここだ、ありがとうございます。こっち見て、こっち見ます。ありがとうございます。そう、やっぱりこっちだと、あ、でもちょっと下がっちゃうんだ。676kbps。 そしてこんな可愛いサンタの絵なんか描かなくても、ダメだよ。クリスマスは来なきゃ、あのね、ちっちゃい子が悲しんじゃう。そう、でも
嬉しい、ありがとうございます。そしてカメラ目線 OK ですよ。お、よかった、ありがとう。カメラ目、ビビビビ、カメラ目線クリア、やったね、ありがとうございます。そしてはがさん、かわいい、ありがとうございます。嬉しい。そう、今日はこんな感じでございました。ということで、なんだろう、今の画質を見よう。あ、携帯で見たら落ちちゃうんだ、なるほど。わあ、でもさっきより全然いい。よかった、よかった、よかった。ということで、今悩んでるんです。お絵かきするかお歌歌うか、どっちがいいですか。どっちが良いですかね。好きな方を、よいしょ、お絵かきやるか、お歌を歌うか。はたまたどうしよう、歌にしましょう。お歌だったらちょっと歌ってた曲、歌声聞きたい。だったら昨日やった曲か、もしくは私が歌える曲。歌がいい、歌がいい、皆さん歌がいい。 OK、 わかりました、歌にします。ありがとうございます。歌だとなんだろう、何にしようかな。歌だとですね、どうしよう、喉は大丈夫です。何歌おうかなって思って今考えてます。昨日やってたりした曲でもいいですか。リクアワとかで、リクアワとか昨日やってたりとかした曲でもよかったら全然歌えます。太陽とロドさんコール、お、そう、でもね、曲どうしよっかな、 iPad で探して、そう、音楽アプリが全部今携帯に入ってて、でその携帯で今配信をしてるので見れないんですよ。だからどうしようって思ったらどうしようって思ったんですけど、これは端末違くても ID 一緒だったら使えるのかな、 iTunes。 あ、使える、よし、じゃあこれで見ていこう。歌えるとで、ありがとうございます。じゃあ皆さんが昨日リクエストしてくださった曲とかといろいろと見ていこうかな。よし、クロス、お、わかりました。クロスですね、よいしょ、ちょっと待ってください。今日でも全く声出してないから全然出なかったらごめんなさい。ちょっと待ってくださいね。先にリクエストいただいてた、先に僕の太陽とロドス歌わせていただきます。ありがとうございます。歌詞出るかな、あった、よし、ということでちょっとお茶飲みます。冷たい。よし、ちょっとじゃあ歌います。僕の太陽、じゃあ一番に歌わせていただきます。歌えるかな、ちょっと調子的にわかんないけど。歌います。そう、出なかったらごめんなさい。ということで、ララ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 ラ、
人差し指空に向けて巻きつけよう。白い雲ともやもやした気持ち、悩んでいたって仕方ないよ。行こう明るく、嫌なことの一つくらい誰にもある。下を向いて落ち込んで立てた目さ、心のその空晴れ渡るまで上を向くんだ。君が世界のどこかで泣きながら孤独に震えていたって、必ず僕が探す愛しさが目印さ。太陽は何度も夢を見る、永遠にあの地平線から眩しい光はエネルギー。君は今僕の太陽。ありがとうございます。ということで僕の太陽を聞いていただきました。多分ね、昨日より下手かも歌いながら、あ、声が出てないと思って。ジャンマスターさん、パチッありがとうございます嬉しいです。ココアさん、ハートありがとうございますありがとうございます。やっぱりの辺要素ないとこに、おありがとうございます。そうなのかな、全然わからないけども、僕の太陽公園いいですよねジェラートピケさん、お、初コメントかな、ありがとうございます。よかった、ありがとう、声出てる、よかったよかった、ありがとうございます嬉しいです、よかった。でステージ見たいより、お、やった、ありがとうございますそうで、あと次がロドスかな、ロドス、ここちょっと待ってくださいね準備をしております。今日も弾けてるしね、ありがとう。いえいえ、こちらこそ見てくださってありがとうございます。よいしょ、嬉しい。今回頑張ります、ありがとうございます髪の毛がね出てくる、ほよし、ほということで次がここがロドスだ、さあここで飛べを歌わせていただきたいと思います。ちょっと待ってねちょっと待ってくださいね。ほちょっと待ってください、今ねちょっと準備してる。よしすごい、やっぱりね、ありがとうございます、そう言っていただけて嬉しいです、ありがとうございます。ほっやっぱね、事前準備できてるのとできてないのと違う。どうやってやるんだっけえ、ちょっと待って違う、ちょっと待ってね、これを見たら、あ、よかった、あったあった、よし、よしよし、
あ、待って どうやって、そう、あのね、YouTube とかあんま見ないのと、あ、いけた。あ、いけました。ということで、じゃあ、ロドス、歌います。聞いてください。お待たせしました。ごめんなさい。ここからは砂、ここで飛べ。聞いてください。音がちっちゃい。長い道のりを走り抜け、やっと山のふもとまで来た夜明け、前にそびえ立つその夢は、雲がかかる頂に似ている。現実は厳しい、登るのは辛い、思うようにいかない、諦めてしまいたくなる、後ろを振り返るなよ、努力したとか頑張ったとか口にするな、今の自分見せてみろ、ここがロドスだ、さあここで飛べ、おおということでありがとうございます。ここがロドスだ、ここで飛べを弾いていただきました。ありがとうございます。やっぱね、ちょっと今日あんま良くないな、調子が。そう、ちょっと聞き苦しくなってるかも、ごめんなさい。パチパチありがとうございます。パチパチ嬉しい。ちょっと待って、これはどこの髪の毛。君はどこの髪の毛だ。ほ、いた。よいしょ。本格ですね、ありがとうございます。頑張ります、ありがとうございます。そう、ここがロドスだ、ここで飛べを歌わせていただきました。そして次いきます。次がクロスかな、リクエストをいただいてたクロス。おいし、あ、ゆうさん花束ありがとうございます。嬉しいです。違う、どこだっけ、よいしょ、よし、よしよしよし、ほ、準備できた。サーコありがとうございます。あ、めっちゃ、よいしょ、よし、ということで次の曲歌わせていただきたいと思います。次の曲はクロスです。聞いてください。よいしょ。あ、なるほど、携帯は、なるほど。よし、ということで聞いてください。あった、よし、クロス聞いてください。クロス、その胸の愛の十字架は、俺とお前の違いの印だよ。クロス、運命に二人揺れながら、永遠の絆は切れることない。兄貴に借りたバイク、夜通し飛ばして、街を離れてみたかった。うーイエーイ、どうせ俺はアウトロー、落ちこぼれなんだ。付き合っちゃいけないって仕方ないだろう。
だけど俺の気持ちは嘘偽りないのさ。走るハイウェイぶつけようのない怒りのように、I love you クロス、この体灰になったって愛し合ってた気頃はここにあるクロス、いつだってずっと離さずにそう前のことを思っているよ。ごめんなさい、間違えちゃった。よいしょ。ということでクロスを聞いていただきました。ありがとうございます。アンテッドガイスありがとうございます嬉しいパチパチありがとうございますクロスを聞いていただきました。久しぶりに、あ、ほどけてるリボン結びできるかな、よいしょありがとうございます。お、つぼみたち聞きたい、わかりました、よいしょ。つぼみたちが歌いますあ、ゆうさん、スノードームありがとうございます。雪だるまありがとうそしてバラも嬉しいです、ありがとうございます。バラありがとうございます。キックさんありがとうございます。そしてじゃあ次つぼみたち、じゃあ歌わせていただきますつぼみたち、どこだっけ、あったつぼみたちよし、うん、よし、行きましたお、ありがとう、いえいえということで次の曲を聴いてください。つぼみたち、あなたに咲かせてほしい大きな夢のつぼみ、雨風に打たれてもへこたれたりしないよ、大地に根を張って待つから、いつかください、太陽を、ウォーウォーイエーイ、ウォーウォーイエーイ、汗と涙を流し、誰よりも努力して頑張ってきた、私にできることは何事も全力でやり抜くこと、周りのつぼみはそろそろいくつかほころび始め、期待されてるよ未来を、名前を覚えてほしい植物図鑑の中、有名じゃないけどこういう花もあるって気づいてくれるだけでもいい、日が当たるようにこっちを見て、ウォーウォーイエーイ、ウォーウォーイエーイ、ということでつぼみたち聞いていただきました、ありがとうございます。正規面でチュルシャツ、お、ありがとうございます、太鼓判嬉しいお、メキアンドクロさん、ニノちゃんこんばんは、こんばんは、ありがとうございます、来てくださって嬉しいです。ニノさんとかありがとうございます。そう、今日はサンタさん、サンタさんなんですおーい、おーい、かわいいサンタさん、お仕事って、あ、ミニノさん、お仕事お疲れ様です、今日も来てくださって嬉しいです、ありがとうございますお仕事お疲れ様です来てくださって嬉しい、今日は聞いてた、ありがとうございます。そう、なんかあるかな、なんだっけ、どこだ、お、あった
歌ってほしい曲があればぜひ言っていただけると歌います。これとこれと、ザガイもっと来てありがとうございます。いっぱいあるんですけど、これか、松村ブー、僕は知っている、私は私、リオンの国名、狼とプライド、初日枯葉のステーション、ウィンブルドンへ連れてって、手もでもの涙、君と僕の関係、モーシークは。全然歌ってほしい曲言ってください、歌います。モーシークは、モーシークはあった、モーシークは、僕はいない、無意識の色、ひまわり、不器用太陽、ワンツースリーフォーよろしく、クロス、君について、今日は負けでもいい、1588日、青空のそばにいて、チョコの奴隷、僕の太陽、大好き、ここからさ、これで。ぜひぜひぜひ言っていただけたら順番に歌っていきます。僕は知ってる、お、僕は知ってるですね、わかりました。カレーは聞いてみたいですけど、お、とじゃあ順番に歌っていきます。時間はあるから歌えるはず。じゃあまずは僕は知っているかな。よし、じゃあ僕は知っているを歌わせていただきます。知っている、よし。ということで、じゃあ聞いてください。 SKA48 さんで僕は知っている。なぜだろう、いつでも君のことを思う、悲しみに濡れてないか、雲を追ってた悩みはもう消えただろうか、夢の近くは夏だって強いし、晴れの日ばかりじゃない、僕は知っているよ、君のその頑張りも乗り越えた困難も、だけどまだまだ続く坂道、根を上げぬ君をここから見守ってる。ということで、SKU48の僕は知っているを通せていただきました。ありがとうございます。あ、ちゃおまいさん、花束も嬉しいです。ありがとうございます。わあ、ありがとうございます。管理家さんさん、いいね、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ココアさん、ひらちさん、いいね、嬉しいです。ありがとうございます。あ、推薦コメント。見よう、ちょっと待ってくださいね。リクエスト流れちゃう、ちょっと待ってくださいね、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっとこれを取っとこう。取っとこう、取っとこう、よし、これで大丈夫。お、同じステージ頑張ります、ありがとう。よし、ちょっとじゃあ推薦コメント見ますね。しょうまいさん、花束ありがとうございます。ゆうさんも花束ありがとうございます。そしてひらっちさんもありがとうございます。嬉しい、花束いっぱい、めっちゃ大きいお花できますね、やったね。ありがとうございます、嬉しいです。よし。ちょっと待ってね、推薦コメント見ます、ちょっと待ってください。どうやって見るんだ、こうか、あった。あ、ありがとうございます。
と、とりあえず海地さんまで書いたかな。だからミミットさん、シャーガーさん、ミキキラさん、ユキトさん、ありがとうございます。ちょっとお名前を書いていきます。紙足りるかな。リミット、よし、リミットさん、よし、オアシスになれるように頑張ります。推薦コメント書いてくださってありがとうございました。嬉しかったです。よし、ということで次シャーガーさん、よいしょ、シャーガー、よし、ありがとうございます。そう、8期生の時は叶えられなかった夢を、あ、こっち見てた。今回こそは叶えられるように頑張ります。ありがとうございます。推薦コメントの更新早かった。どうなんだろう、早い方なのかな。そう、でもありがとうございます、嬉しかったです。シャーガーさん、そして次、今回こそは合格できるように頑張ります。そして次がミキキラさん、ミキキキラさん、よし。推薦コメントありがとうございます。天性の愛なる。ありがとうございます。そんなこと言っていただけて嬉しいです。そうですね、最後まで全力で頑張ります。ありがとうございます。また画質悪い、なんでだ。Wi-Fi のせいですね、やっぱり。じゃああれか、こっちでも見てるからか。わかった、多分ね、Wi-Fi 使ってるのが3端末ぐらい一気に今使ってるから。ちょっと待ってください、これを多分切ったらいいんですけど、ちょっと待って、切るためには推薦コメント見れなくなっちゃうから、ちょっと待ってくださいね、ごめんなさい。もうちょっとだけ画質もうちょっとだけ待ってください、ごめんなさい。多分これをやめたらマシになるはず。ゆきとさん、よいしょ、次かな。よし、できた。最終日だけど、頑張ります。ありがとうございます。最終日だからこそ。頑張ります。ありがとうございます。嬉しいです。皆さん大好き、ゆきとさん、ありがとうございました。推薦コメント書いてくださって嬉しかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、ということで、推薦コメントありがとう。いえいえ、こちらこそありがとうございます。ちょっとじゃあ画質がめちゃめちゃ悪くなったみたいなんで切ります。ショールーム、あ、そっちのショールームじゃない、こっちのショールーム、推薦コメントの方を見るのやめました。上がるかな、これで画質。集中してほしい。あ、上がった、やっぱり。ってことは iPad も切ったらもっと上がる。ってことはもっと上がる。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょうまいさん、ありがとうございます。いやありがとうございます。タワーありがとう。いやー、嬉しい、ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。ちょうまいさん、ありがとうございます。嬉しいです。タワー嬉しい、ありがとうございます。今日は8時までです。8時までしかやっちゃいけなくて、なので8時まで連続でやらせていただきます。いただいてます、今。ありがとうございます、ちょうまいさん。タワー嬉しいです、ありがとうございます。ちょっと
髪の毛がちょっとお直しタイム入っていいですか？ほほよいしょよいしょよいしょマネツ見れなかったけど最終日ってことで、あ、ありがとうございますこじごじさん、毎日じゃなくても本当に、なんだろう、毎日見てくださってる方はもちろんなんですけど、本当に嬉しいです、ありがとうございますすごく嬉しいですそう、とは嬉しい、ありがとうございます嬉しいです、こんなたくさん立つと思ってなかった、ありがとうございます嬉しい、あれ3だっけ、タワーあれです、4本目かな、ありがとうございます、嬉しいありがとうございます、本当に皆様のおかげで深くなっちゃった、しかも、なんでなんでだ、4本ですよね、ありがとうございます、嬉しいです、なのに画質がおかしいなんでだ、画質がおかしくなっちゃった、やっぱり Wi-Fi が悪いですね、端末じゃなかった、なんでだろうタワー本当にありがとうございます、一回なんだろう、本当に嬉しいです、ありがとうございますタカちゃん固まったままの方いらっしゃったら更新を、ぜひこっちかな、更新をしてみてください、ありがとうございます、そう、画質良くなった、 Wi-Fi がダメでした、すみません皆さん、よし、ということで Wi-Fi が必要くなった綺麗、ありがとうございます、大丈夫、よかったよかった、ということで画質が良くなりましたのでお歌コーナーに戻りたいと思います808だもんね、やっぱ全然違うよね、よいしょ、さっきまで240だったから、あ、ボンちゃんさん、だるまありがとうございますスクリーンショット動画どうだろう、もらった、スクショした、お、ありがとうございます、髪の毛がね、おいしょ、耐えちゃうの誰が好き、私かな、ずっとぐるぐる私の気持ち、いやじゃないかな、言葉遣い気をつけて話しかけようかな、松村ラブということで、松村ラブを聞いていただきました、ありがとうございます前髪が左だけ下がってきた、よいしょありがとうございます、ふふということで松村ラブがいるよし、ありがとうございます、お寿司さえ振りながら、お、やったね、ありがとうございます、香里さんだありがとうございます、嬉しいよし、ほほ、よしよしよしありがとうございます、ということで松村ラブを聞いていただきました、ありがとうございます、そして次、枯葉聞いてみたいということで、かよれてコメントさせた、全然ありがとうございますコメント嬉しいです聞きぼれてたってこと、ありがとう照れちゃうね、よし、ということで何曲目だろう、4曲目か5曲目かな枯葉のステーションを歌いたいと思います、ちょっと待ってください、枯葉
よし、お待たせいたしました。あ、いさひらさん、こんばんは、ありがとうございます。来てくださって嬉しいです。今歌を歌ってます。次は枯葉のステーションを歌います。よし、ということで歌いたいと思います。それでは聞いてください、枯葉のステーション。あ、間違えた、ちょっと待って、ちょっと待って聞きない、伝わってくださいね。なんでこうなるんだ。よし、聞いてください、枯葉のステーション。枯葉が風にひらひら、私の涙のように。枯葉が風にひらひら、心に舞い落ちてくる。私一人きりのステーション。急にあなたが行けないとキャンセルされた旅行を、トランクの中詰め込んだ予定。屋根からはみ出したホームの先、線路脇、街を消した樹木、切なく枝にひらひら、勝手なあなたの背中、切なく枝にひらひら、愛しさしがみついてる。夢を見失ったロケーション。ということで、よいしょ。松井玲奈さんの枯葉のステーション聞いていただきました。ありがとうございます。コーチさん、こんばんは。お、こんばんは、来てくださってありがとうございます。そしてコバチさん、病院の使用、携帯使用可能エリアで見ましょう。あ、ありがとうございます、小町さん。ありがとう。嬉しい。そして、ちゃまいさん、花束ありがとうございます。そして、ジョーさん、いいね、ありがとうございます。キクさんも、花束ありがとうございます。ちゃまいさん、花束ありがとうございます。ココアさん、いいね、ありがとうございます。いいね、嬉しい。ちゃまいさん、花束ありがとうございます。嬉しいです。お花。ほんと声がりなちゃんも癒せる。ありがとうございます。どうだろう。あ、水男さん、6回目、可愛く発見、こんばんは、田野さんといかがで、ありがとうございます。そう、こんばんは、来てくださってありがとうございます。今日はサンタさんです。今日はサンタさんで配信しています。よし、ということで次に行きたいと思います。次がパレオ、パレオ、パレオはエメラルド。よし、パレオはエメラルド。よし、パレオはじゃあエメラルド歌います。ちょっと待ってくださいね。よし。素敵な声、あ、ありがとうございます。イグニールさん、ちょっとしっかり更新されたらまた通知も見れないけど、ちょっと見ながら書きますね、お名前。ありがとうございます。ということで、パリはエメラルド聞いてください。深い海の底に珍しい魚を見つけたみたいに、この胸の片隅、初めてのときめき感じたんだ。太陽は
教えてくれる。燃え上がる情熱の季節を、パレオはエメラルド腰に巻いた夏、海の色を映してる。パレオはエメラルド潮風の中で、大人になった少女よ、昨日までとどこか違うね。僕は君に恋をしてしまった。ということでパレはエメラルドを聴いていただきました。ありがとうございます。いいね、ありがとうございます。パレはエメラルドを歌いました。ありがとうございます。チャーマイさん、花束ありがとうございます。タノプーさん、お、最終日なんです。ありがとうございます。気に来てくださって、今日が最終日です。今日最終日なんです。そうなんですよ。8時までなんですけど、あと1時間配信します。よかったらよろしくお願いします。歌う前にありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。トッシーさん、ハートありがとうございます。ハート嬉しい、ありがとう。嬉しい。ということで、次が今いただいてる中では最後かな。よし、次の曲、大好きな曲、よくなりました。あ、ビッターヒールおかえりなさい、嬉しいです。ありがとうございます。おかえりなさい。トッシーさん、ハートありがとうございます。嬉しいです。100個ありがとう、100個嬉しい、ありがとうございます。よし、ということで次の曲が、歌は最後かな多分。なのでよかったら聴いてください。大好きを歌わせていただきます。ありがとうございます。よし。そうです。歌います。よかったら聞いてください。大好きを取り上げます。ありがとうございます。ということで、よし、歌詞が、ちょっと待ってね。大好き、よし、聞いてください。 SK48 さんの大好きです。大好きなの、あなたのこと、24時間考えてる。大好きなの、夢の中でも、あなたが出てきて切なくなる。どんな辛いことも、これからは大丈夫。目を閉じて思うのよ、胸の奥の幸せを。聞いてる、大好きなの、あなたのこと、世界で一番大事な人。大好きなの、そう永遠に、あなたがいるから私がいる。ということで、ありがとう。ありがとうございます。私も皆さんのこと大好きです。ありがとう。コロコロさん、あ、みんないっぱい
ありがとうございます。お中国語で大好きだ読めないけど意味はわかるありがとうございます。そうということで、あ、キューベストさん、バンチャーありがとうございます。こんばんは、来てくださってありがとう今日来てくださって嬉しいです。そう大好き気持ちいい。いただいたんですけどよし、なんだっけかな、それぐらいかなありがとうございます。よし、ということでお歌コーナーなんかありますか、と歌ってほしい曲。よいしょ、あ、逆だった。歌いしありがとうね。いえいえ、こちらこそありがとうございます。スクショ撮れてたのがあんだけだ、こんだけだったんですけどスクショじゃない、写真か。よいしょ、他に何かこの中で歌ってほしい曲があればぜひ言ってくだされば歌います。あ、また逆だこれとこれと、あとはどうしよう、もう大丈夫かな、話すお話しする君と僕の関係聞きたい、お、わかりました。今日は負けでもいい、聞きたかったけど今日は負けちゃ困るそう、そう、確かにじゃあ今日は負けでもいいは合格したら歌いますありがとうございます。ひまわり歌ってないです。あ、初日 OK、 わかりました。いっぱい どうしようかな。ひまわり、ひまわり、僕の太陽。あ、じゃあもう一回歌わせていただきますね僕の太陽、じゃあ僕の太陽歌ってあ、あ、いや、よいしょ、どうしよう、わかんなくなっちゃったじゃああとは順番に歌っていきます。そうしますわかんなくなっちゃった。じゃあ君と僕の関係歌います。あ、ちょっと待って、流れちゃう、流れちゃう、流れちゃう、ちょっと待ってね写真撮ります。あ、待って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 携帯がね壊れてるんですよ、ごめんなさい。よし、ということで君と僕の関係を、ちょっと歌えると思うけど、歌劇団の曲だから。よし、ということで君と僕の関係歌います。聴いてください。恋をするとすぐにわかる、いつも上の空で。恋をすると携帯ばかりずっと見ているからね。カフェテラスに突然呼び出され、話を聞いてようて。さっき君が言ってに、いつの間にか僕が一人、今年のインテル買ってる。例のシチュエーション始まる。誰かのこと好きになると、いても立ってもいられず。誰かのこと待ってる間、僕が必要なんだ。
ということで、僕君と僕の関係を歌わせていただきました。ありがとうございます。いいね、ありがとうございます。髪の毛出てきちゃった。いい曲ありがとうございます。皆さんすごいギフトいっぱいありがとうございます。嬉しい。スターフィールドさん、チャオマイさん、ユウさん、スズヒロさん、まとめてごめんなさい、ココアさん、かな、ありがとうございます。すごいいっぱいハートくださって嬉しいです。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。皆さん本当に嬉しいです。ありがとうございます。ハートありがとう。声が可愛い、ありがとうございます。懐かしいですね。そう、懐かしい曲ということで次の曲を歌います。次の曲が行き過ぎた、あった、ひまわり歌いますね。じゃあ歌配信、そう歌配信延長してます。ひまわり歌います。やっとえについて、あ、ゆずひろさんおかえりなさい、ありがとうございます。あー、ちょっと待ってちょっと待って、かずやんさん東京タワーありがとうございます。嬉しいありがとうございます。5本目、ありがとうございます。すごい嬉しいです、ありがとうございますありがとうございます。すごい嬉しい、ありがとう嬉しいです。タワーありがとうございますありがとうしか言えないんです。お疲れ様、全然ありがとうございます。頑張ります、ありがとうございます。本当にありがとうございますすごい嬉しいです、ありがとうございます。そして歌配信今しております。そう、タワーありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございますトシーさんもスターヘイルさんもハートありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ということでよいしょ本当に皆さんありがとうございます。そして今歌配信させていただいてるんですけども、ひまわり歌いたいと思います。お時間が迫ってきちゃうから、よいしょ、あったそう、今日はサンタさんです。よし、ちょっとお茶飲み、よし、ということで聞いてください。僕の、間違えた、ひまわり風に揺れるひまわりは太陽に向かい咲いている。果てしないあの青空に両手伸ばしているんだ。もしも雨に打たれても溢れる涙も拭わず、悲しみのその向こうに未来信じているよ。古いバイクで手と目印に夏の近くへ君を連れて、ゆるい坂道の途中で見えてくるよ。黄色い花火が広がる大地、僕は何も聞かないよ。生きていればいろいろあるさ、嫌なことも辛いことも、そういう時僕はこの丘から一人眺めるんだ。君の中のひまわりはどこに咲いているんだろう。目指してた夢があるならちゃんと思い出すことさ。時に雲に隠れても諦めることはないんだ。
憧れのその日差しはいつか君まで届く。ということでひまわりを聞いていただきました。ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。これからありがとうございます。そしてあ、トッシーさん、ハート100、1000個間違えた、1000個ありがとうございます、嬉しい。そしてマスクさん、こんばんは、こんばんは、今日も来てくださって嬉しいです、ありがとうございます。そしてまた会えるたちめ、ありがとうございます、頑張ります、ありがとう。そう、楽しく歌ってます。ちょっと前髪が。ちょうまいさん、花束ありがとうございます。みんなひまわりありがとうございます、頑張ります。カネキャラさん、アイスありがとう、嬉しいです。綺麗な声ありがとうございます。アイスありがとうございます。嬉しい。ちょっと前髪がめっちゃ目にかかる、よいしょ、目にかかる、目にかかる、よいしょ。ありがとうございます。ハート500嬉しいです、ありがとうございます。ゆうさんも花束ありがとうございます。ひまわりを歌わせていただきました。そして次の曲に行きます。僕の太陽もう一度聞きたいとのことなので、僕の太陽もう一回歌わせていきます。いただきます。いきます。あった。ということで、じゃあ僕の太陽を歌います。聞いてください。ララ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 人差し指空に向けて巻きつけよう。白い雲ともやもやした気持ち、悩んでいたって仕方ないよ、行こう。あてさ、心のその空、晴れ渡るまで上を向くんだ。君が世界のどこかで泣きながら孤独に震えていたって、必ず僕が探す愛しさが目印さ。太陽は何度も夢を見る、永遠にあの地平線から眩しい光はエネルギー、君は今僕の太陽。ということで僕の太陽を聞いていただきました。ありがとうございます。もう一度歌わせていただきました。すごい、皆さんありがとうございます。コールとかちゃんと見えてます、ありがとうございます。ハートとかお花とかありがとうございます。チャオマイさん、スターフィールドさん、ありがとうございます。よいしょ。ありがとうございます。そう、君が今。よし、ということで僕の太陽を歌わせていただきました。あ、まさやさん、また来ました、最後に歌ってください、ありがとうございます。また来てくださって嬉しいです、ありがとうございます。最後まで頑張ります、ありがとうございます。また会えるように、よいしょ、前髪がだんだん下がってきちゃう、よいしょ。あ、ありがとうございます、すごく嬉しいです。ありがとうございます、皆さん。ということで僕の太陽を聞いていただきました。次が、かな。よし、あとは
約束よちょっと待ってくださいね約束よちょっと待ってください。一回き多分歌えると思うんですけど、ちょっと一回聞いていいですか、話しながら。そう、なでさが、あのね、帽子の重さに負けるんですよそう、下がってきちゃって目元に、ね、よいしょ、うん、歌えそうだったらそのまま歌う歌えるかな、うん、あ、歌える、歌えます、約束歌えます、じゃあ歌えますそう、そういうことなんです、約束よ歌いますさよならだけが人生なんだっていつか誰かが言っていたけど、それだけじゃ知り合った意味がないね。人は何度も出会いと別れを繰り返してる旅人だよ。思い出と道しるべ手に入れてる。ねえ、そんなに悲しい目で私を見つめないでよ。笑顔見せて、必ず君に会えるから、その日かどこかで運命が引き寄せる力信じて、必ず君に会えるから、その日まで私をずっと忘れないで、約束よちょっと一回歌詞間違えたけど約束よ歌わせていただきました、ありがとうございます。結構久しぶりだったから、あ、ちゃんまいさん、くま、ありがとうございます、嬉しいありがとうございます、かわいい、いっぱいありがとう嬉しいです、ありがとうございます、いい曲ですよねパチパチありがとう、皆さんハートありがとうございます。ひらちさん、スターヒルドさん、ありがとうございます。ハート。嬉しい、ありがとうございます。いい曲、本当に。ということで、次かな？歌コーナー。これが最後の曲になります。歌コーナー。最後の曲歌います。最後の曲は初日です。初日を迎えられるように。という強い気持ちを持って、歌わせていただきたいと思います。それでは聴いてください、初日ありがとう、私は立ってる、憧れていたステージ大歓声、拍手と熱気の中、厳しいレッスン、自分の壁乗り越えて迎えた今日、チャンスの幕が開く。一人だけ踊れずに帰り道泣いた日もある、思うように歌えずに自信を失った日もある、いつもライバルが輝いて見えた、夢は汗の中に少しずつ咲いてゆく花、その努力決して裏切らない、夢は汗の中に目を出してずっと待っている、いつかきっと願い叶うまで。ということで初日を聞いていただきました、皆さん本当にありがとうございますミジェスターヘルさん、ありがとうございます、ノードも嬉しい、ありがとうございます、うまい、ありがとうございますあ、お、初めてだ。流星さん、いいね、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。ゆうさん、
花束ありがとうございます。うまい、ありがとうございます。嬉しい。いいね、ありがとうございます。やった。嬉しい。よかった、ありがとうございます。ということで、そう、初日に撮れるようにという意味も込めて最後に初日を歌わせていただきました。皆さんありがとうございました。よかったよ、ありがとう。頑張ります、ありがとうございます。関マーキャンさん、ありがとうございます。頑張ります。鈴木さん、そのどうもありがとうございます。そのどうも、雪だるま嬉しい、ありがとう。ちゃおまいさん、ジョーさん、花束ありがとうございます。ココアさん、スタヒルさん、ハートありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ということで、皆さん初日を聞いていただきました。ということで、歌コーナー終わりたいと思います。皆さんたくさん聞いてくださってありがとうございました。バチバチバチ。ありがとうございます。花束嬉しいです、ありがとうございます。ちゃおまいさん、花束ありがとうございます。ということで、次歌うときはメンバーとして歌います。ありがとう。いえいえ、こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。お上手でした、ありがとうございました。ということで、これこうやってやってもいけるかな。あ、大丈夫。自信持って頑張ります。ありがとうございます。かたやさん、お疲れさんです。お疲れさんです。あ、ありがとうございます。来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。全然大丈夫です。ありがとうございます。これ音鳴らないかな。大丈夫かな。よし。端末から。よし。ほ。ほほ。よし。ありがとうございます。最終審査、今日の音のように生き生きとした表情を頑張ります。ありがとうございます。メンバーとしてありがとうございます。頑張ります。ちょっと間違えてっていうか、一回ショールーム iPad の方閉じちゃって、横で見れるかな。あ、見れた、よかった。ちょっと待って、動けします。ごめんなさい。おいしょ、よしよしよし、おいしょ、ごめんなさい。よし、できた。お待たせしました。おいし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 。iPad どうだろう。でもね、最後写真撮るとき iPad で撮りたいんですよ。だから一回最後に戻します。50分55分50分にしようかな。50分ぐらいになったら戻しますね。ただ画質が分かんないから何とも言えないんですけど。あ、ハートありがとうございます。ということで、おいし。あ、推薦コメント言ってくださってたの更新されたかな。どうだろうどうだろうどうだろう。あ、ハート1000個ありがとうございます。スターフィールドさん嬉しいです。ハートありがとう。そして、ゆめちゃんの配信楽しかった、ありがとう。絶対合格して、あ、こっちでも。お疲れです、ありがとうございます。頑張ります。キャンダクラさん、そしてイグニールさん、会いたいから覚えます。ありがとうございます。しっかり覚えてます、ありがとうございます。あれかな、よし。スマホで星を拾いながらパソコンで画面見れば、あ、ありがとうございます。今気づいただけでもセーフですね。あ、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。最後の星投げありがとう、嬉しいです。ありがとうございます。なるほど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 。ちょっと待ってください。今ね、推薦コメントが見たい。推薦コメントが見たい。うん、まだ更新されてないの。されるかな、多分されるとは思うんですけど。よし。よしよし。ということで、
ということで更新されてなかった。まあいいかまあいいか。よし、ということで最後にはなりますが、よし、どこだ、ほう、あ、ありがとうございます。ハートとスノードームありがとうございます。嬉しいです今ね、まだなんとか3位なので、あと30分かな、35分頑張ります。ありがとうございますありがとう。よし、ということで書いたのにどこ行ったよし、皆さん改めて、私から皆さんに感謝の言葉を綴りたいと思います今日はついに最終日ですということでそう、最終日、私が誕生日、私の誕生日、19歳の11月27日初日から始まったショールームですが、その1週間経ちまして、9日間かな、9日 ?8 日間か、8日間配信させていただいていましたが、今日がついに最終日です本当に早い、なんだろう、楽しい時間もあっという間って言うんですけど本当にすごく早くて、そしてじゃん、今日は私から皆様に、お手紙を書いてきましたちゃんとしたお手紙ではないんですけども、ちょっと言いたいことがたくさんあるのでまとめてきました。え、嘘でしょ、ちょっと待ってびっくりした、えちょっと待って、びっくりした、嘘でしょ、ちょっと、ゼロさん嘘です、ありがとうございます、やばすごい、ありがとうございます、ゼロさんタワー10本ありがとうございます。え、待って、これ私が見間違いとかじゃないですよね、えありがとうございます、タワーでありがとうございます、すごいありがとうございます、わあどうしよう、どうしよう、びっくりしすぎてありがとうございます、ちょっとびっくりしすぎて涙も出ないんですけど、すいません、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、本当にありがとうございます、本当に嬉しいです、ありがとうございます、はあ、びっくりありがとうございますありがとう、すごい、めっちゃびっくりした今バーってきたから、ありがとうございます、タワー15本、ありがとうすごい嬉しいです、ありがとうございます、すごい10本、ありがとうございます嬉しいですすごい、ありがとうございます。タワー、本当に嬉しいです。ありがとうございます。ちょっとびっくりしすぎて。びっくりしすぎてですね。どうしよう。どうしよう。ちょっとびっくりしすぎてですね。言葉が出ないんですけど、本当に。本当に言葉が出ないっていうのは多分こういうことを言うんだと思うんですけど、ことが苦しすぎてちょっと言葉が出ないんですけど、今日はついに最終日ですということで、ちょっとない文字ではあると思うんですけれど、
拙いっていうか、なんだろう、拙い文章ではあると思うんですけども私から皆さんにお手紙を書いてきました言いたいことがいっぱいあるのであるんだよじゃなくて、いっぱいあるのでお手紙を書きましたそう、落ち着きます、ちょっと待ってくださいねよし本当にびっくりした、ヘロさんありがとうございます皆さんたくさん本当にありがとうございます、ありがとうございます、クマありがとう、嬉しいです落ち着きます、ちょっとびっくりしすぎて本当に言葉を失いそうに失ってましたというかよし、ということでよし、私から皆様に今日はお手紙を書きました。読ませていただきたいと思います。スポーティーさん、ありがとうございます。あんにょん、あんにょん。ありがとうございます。本当に嬉しいです。ありがとうございます。本当にお星様とかカウントとかギフトとかも本当に全部見てくださってだけでも本当に全部嬉しくてありがとうございます。ということで、ちょっとこのちっちゃいメモ帳にはなるんですけど、皆様にお手紙をこんな感じでじゃじゃんとちっちゃいメモ帳にはなるんですけど書いてきたのでありがとうございます、皆さん本当に、そうですね読みたいと思います読みますね大好きな皆さんへ、今日は第9期生オーディションショールーム審査の最終日、私が今回このオーディションに応募したのは SKE48 が大好きなのはもちろん、第8期生さんのオーディションに落ちた時、皆さんが書いてくださった9期生で待ってるよというたくさんの推薦コメントがきっかけです。私はたくさんのコメントなんだろうでした。なんだろう、こんなに辛い思いをするならもう諦めた方がいいのかもしれない、何度も何度もそう思ったのですが、皆さんとの思い出や推薦コメントを見て、やっぱりこんなとこで諦めたくない、絶対 SKE48 としてアイドルになるんだという前向きに考えられるようになりました。たくさんのオーディションを受けていると、隣でおしゃべりした子や一緒に面接を受けた子がアイドルになる夢を叶えていくのをその分たくさん見てきて、悔しい思いをしたことが数えきれないほどあります。だからこそ今度は一緒に面接を受けた子がアイドルになっていくのを見ている側じゃなくて、今度は私が、今度こそは私が夢を叶える番になりたいです。年齢的にもきっとこれがラストチャンスだと思っています。2年前から知ってくださっている方はもちろん、今回知ってくださった方も、皆さんともう一度次は本名で会うという2年前には叶えることができなかった、果たせなかった夢を、約束を今回こそは絶対に叶えたいと思っていますショールーム期間中、少しでも見に来てくださった方、カウントや星投げをしてくださった方、推薦コメントを書いてくださった方、ツイッターで拡散してくださった方、本当に本当にありがとうございました配信するのが辛い動画だったとありましたなんだろうだけど本当に体調が悪かった時もあったんですけど、皆さんからの応援に本当にたくさんたくさん支えられて助けられましただからこそ今度は私が皆さんに勇気や笑顔を届けられるように、最終審査も自信を持って皆さんのことを思い出しながら頑張ってこようと思います、また絶対次は本名で会いましょう、皆さんのことが大好きですここまで聞いてくださって、私を見つけてくださって本当にありがとうございましたということで、ニーナタン
ということでお手紙をちょっと読ませていただきました昨日書いて、そうなんです、拙い文章だったんですけどなんだろう、本当にたくさんたくさんありがとうございますうーん、2年前叶えることができなかったんで、そのあー泣きそう、ちょっと待って泣きたくないんだ泣きそうだけど、2年前にあーちょっと待って泣きそうちょっと待って、2年前月星さんの時に皆さんがたくさん待ってるねって言ってくださってあーちょっと待ってまた会おうねって言ってたんですけどちょっと待ってちょっと待ってあーちょっと待って泣きたくないのにちょっと待ってね、泣きたくなかったのに泣いちゃった2年前、そう、八木星さんの時にたくさん待ってるよって皆さん言ってくださったんですけど、その約束を果たすことができなくて本当に何だろう、申し訳ない気持ちしかなくて見たで、メンバーとして配信してて本当にそれが悔しくてなんだろう、大好きなのに、大好きなグループなのに見るのが辛くなっちゃって、なんだろう見るのが辛くなくて、辛くなっちゃって SK 法廷地さん見れなかったんですけどなんだろう、それでもその時支えてくれてたのが皆さんからのまた待ってるよとか、また挑戦してねっていう言葉だったりとかツイッターとかで、なんだろう、また待ってるからねって調べたら本当につぶやいてたりとかつぶやいてくださってたりとか、本当に見ててなんだろうあ、こんなとこで諦めてちゃいけないなってすごく思って、本当に2年前落ちた時は本当に、なんだろう、もう楽だし休むし、なんだろう、なんていうのかなもう諦めようって思ってたんですけどなんだろうたくさんの方が本当に待ってるよって言ってくださったり、また挑戦してねって言ってくださってまた挑戦しようと思って今回挑戦させていただいたんですけどここまで来れたことがまずとてもうれをいただけたんだって思ってなんていうのかなそうだから、なんだろう絶対今回こそは合格するぞって思って今回ずっと配信させていただいてたんですけど情報解禁されてからもなんだろう、あ、56番のコロタンだってくださった方が
配信時間で後悔したくなくて、そして本当に毎日たくさん配信させていただいたんですけど、皆さん本当に毎回毎回すごくたくさんの方に見ていただいて、なんだろう、配信するのが本当に辛い体調の時もあって、本当は本当はね辛い時もあったんですけど、配信もうするのが辛いなとか、なんだろう、体調がすごく悪くて配信できない時もなんだろう、ちょっとなんだろう、機械不良だっけ、なんかトラブル、機械トラブルっていうのかな、で配信するのがちょっと、皆さん何ですか、ギフトとかこんな私のために大切なお金を使ってくださってなんだろう、本当にこんな私のために時間を費やしてくださって、見てくださって、お金も使ってくださって、本当にありがとうございましたなんだろう、皆さんのその応援のおかげで今回受ける前よりも実はなんだろう、すごく自信をいただきました言ったんですけどそのなんだろう、私の目標も一緒に頑張ろうねって言ってくださって、本当にすごく嬉しくてなんだろうだから今回こそは皆さんとまた会うっていう約束を果たしてこれから SKE48 としてアイドルになれるように最終審査でも頑張りたいと思っていますそう、本当に皆さんありがとうございます、コメント見ながら喋らせていただいてるんですけどありがとうございます。そう、なんだろう本当にこれ喋ってる間も本当にたくさんギフトとか星とかカウントとかしっかり見えてます、ありがとうございます本当に嬉しいですそう、最終まだ分かんないけど最終にいただい、最後終わってからいただいた順位を誇りに思って自信に変えて最終審査頑張りなら、あ、正直なところです。だけど2年前よりも叶えたい気持ちは本当にすごく大きいし、なんだろう、絶対絶対次こそは皆さんとの約束を果たしたいという気持ちが本気で強いのでなんだろう、頑張りたいと思っています。頑張るのは当たり前なんですけどうーん、頑張るしか言えないんですけど皆様のその思いを胸に背負って最終審査で緊張した時も皆様のことを思い出して、推薦コメントとかの、推薦コメントは今まで配信に来てきた写真、そう、あれもなんで撮ってたかっていう、私ですけど
本当にいいことにわがままながらわがままなんですけど、なんだろうわがままなんですけど、私の勇気に変えようと思って写真を毎回撮らせていただいていましたごめんなさい思ってましたよね、ですよねそう、あの写真は私がなんだろう、不安だった時とか不安を感じた夜とかに見返しさせていただいてて、こんなにたくさん見ていただいてるから大丈夫とかたくさん応援してくださってるから、この時代だから大丈夫と思ってたんです、だったんです、撮らせていただいてて毎日毎日増えてく、なんだろう推薦コメントとか見に来てくださってくれる方も毎日毎日増えていってすごく嬉しかったし私一人では本当に絶対ショールーム、なんだろう、こんなに42時間かな全部で配信させていただいてるんですけど、42時間配信しきることなんて絶対できなかったしなんていうのかな、皆さんと一緒にショールーム審査一緒に頑張れて本当に良かったですそう、粘土守りもちゃんとずっと置いてます、私はここに赤だけどそう、ありがとうございますスターヒールさん、見て本当に、なんだろう画面越し、次いつ配信できるか分かんないんですけど、次会うときは皆さんにただいまって言いたいです、ありがとうとただいまをしっかり伝えられるように頑張りたいので頑張ります。1万人超えました、ありがとうございますそうそう、粘土の守りずっと持ってます、ずっと配信するときの横に置いてました粘土配信で作った守りなんですけど、知らない方にも一応説明させていただくとそう、おかえりってありがとうございます言っていただけるように本当に頑張りますありがとうございます皆さんただいまって言います皆さんにただいまってメンバーとしてただいまって配信できるように頑張りますそう、今更だし自分で比べたら全然全然です、本当に、なんだろう、その思いが本当に嬉しいです私は10連ももちろんすごく嬉しいし本当に星投げとかカウントとか見てくださってるだけでも本当にすごく嬉しいですその気持ちは本当にずっと変わらないです、2年前からそう、2年前から皆さんと本当にずっと支えられて頑張ってこれたので、心を折れずに挫折したけど、一回なんだろう挫折はしましたがもう一度こうやってチャンスをいただいたので、私は今回こそは本気で掴み取りに行きます2年前なかったを絶対に果たします皆さんに言いたいから本当に、なんだろう、私を見つけてくださって応援してくださって本当にありがとうございます嬉しい報告できるように頑張ります早いですよね、
そう、42時間ずっと見てくださってたりとか。なんだろう、他の候補生さんに比べて、他のエントリーしてる子たちかなに比べて可愛くもないし、なんだろう、配信も面白いくなかったかもしれないんですけど、だけど人気と価値だけは本当に誰よりもある自信があるので、私絶対誰よりも強いので、その気持ちはなので、なんだろう、本当に嬉しいです、皆様が応援してくださったり。お医様とカウントありがとうございます。おりもありがとうございます。嬉しいです。うん、なんていうのかな、本当に見つけてくださって、私のことをって ありがとう。ケーキ受験生そう言ってくださってる皆様、本当に嬉しいです、ありがとうございます。ありがとうございます、ここはありがとうございます。そう言っていただけて本当に嬉しいです。あ、またどうもありがとうございます、スターフィールドさん。ありがとうございます、本当に嬉しいです、ありがとうございます。かつやさんもスノードもありがとうございます。お星さんもしっかり見えてます、カウントも見えてます、ありがとうございます。本当に、なんだろう、ゆうさんスノードもありがとう。今さっき喋ってた間も本当にたくさんのお星様とかギフトとかございます、ですけど、出たことは本当に宝物です。私の誇りです、皆さんは。なんだろう、本当に本当にありがとうございました。ちょっとね、最後写真撮りたいんですよ、なんでちょっと iPad に変えていいですか。このタイミングでなんですけど、iPad に変えてもいいですか。よいしょ、しっかり、なんだろう、この9日間20回の配信ありがとうございます。あ、まつりさん来てくれてる方ありがとうございます。本当に毎回来てくださってる方ももちろん本当に、あ、いいよって、皆さんありがとうございます。本当ごめんなさい、最後までわがままで本当に申し訳ないんですけど、ちょっと画質悪くなっちゃうかもしれないんですけど、タワーじゃない、間違えた、なんだっけ、 iPad に変えたいと思います。あ、じゃあ画質いいうちにスクショしますね。スクショどうしよう、最後合格の5にしよう、そうしよう。お守りに持とう、お守り持ちます、これでいきます。これでスクショして iPad に切り替えて終わりたいと思います、いきますよ。いきますよ。なん20きます、点がいい、そして4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、ありがとうございました、皆さん。大好きです、見てくださってありがとうございます。ということで、スクショタイムいただいた、あった、ちょっといた、切れたら怖いから。
59分までなので分かんないけど、切れたらごめんなさい。多分自分で切るタイプだったら59秒までやるんですけどありがとうございます。皆さん大好きです。あ、まだいける、よかった、あと1分絶対絶対会いましょう。皆さんありがとうございました。本当に見てくださって、皆さんのことが本当に大好きです。ありがとうございました。ということで、SKE48 大中期生オーディションエントリーナンバー27番新田さんでした。皆さんありがとうございます、皆さんのことが大好きです。本当に本当にありがとうございました。皆さん大好きです。また会いましょう。ありがとうございましたということで、あと20秒だ。ありがとうございます。ということで終わります。皆さんあと10秒、ありがとうございました。絶対ございます。またねバイバイ、ありがとう、バイバイ、またね。